これから富士スピードウェイ本コースを走ります。暑いのでエアコンかけます。はい、普段はですねここを、制限速度60キロで走っていきます。これがピットレーンです。まあ一応体験走行なんでそんな飛ばさないとは思うんですけど、走る車とかを見て先導車の人がちょっとペースコントロールしてサービスしてくれる時もあります。でも基本的には、まあ、ぶっ飛ばしちゃダメなんで、車間を空けず普通に走ってくださいと言われました。我々はいつもここで毎年ここでレースをやってるんですけど、まあそんなペースでは走れないとは思いますが、雰囲気だけでも見てもらえばいいかなと思います。ここからコースインで、全開走行が可能になります。レースならで、ここがもう本コースに合流ですね。富士の1コーナー、まあビッツとかだと160キロ、ビッツターボで190、200キロぐらいでブレーキ、まあスイフトスポーツもまあそこそこのスピードで来るとは思うんですけど、これが1コーナーフルブレーキングからの立ち上がり、ここが結構な下り坂で意外と車速が伸びたりします。今時速は60、70キロ、あんまり伸ばすと前に追いついちゃうと。はい、全然ゆっくりです。今30キロ、超渋滞です。エアコンオンにしよう、暑い。はい、ここが、A コーナー、ここがコーラコーナーとか言われるところで、ここバーッと行くんですけど、ここを走る、まあ、そこそこのスピードで走るんでパッてスピンしちゃう人が結構いたりします。さあ、ここが富士名物 100R、ものすごいスピードで突っ込んでいって横地がすんごいかかります。とは言ってもこういうコンパクトカーなんで大した横地はかかんないですけど、さあここからが出口、だいたいここら辺をちょっとかすめて上に登っていく感じですね。あ、詰まっちゃった。はい、で、コンパクトカーにとっては、これヘアピンと言われるとこなんですけど、コンパクトカーにとってはただの高速コーナー、もうちょいブレで、ちょんブレでもう全開で、こっからが 300R って言われる、まあ、富士でいう、第2のスピードが出るポイント、こんなちょっとカーブに見えると思うんですが、これはもうほぼストレートです。全開、でその全開の、100何十キロから、ダンロップブレーキングです。だいたい軽い車なんで、このダンロップの看板過ぎたあたりからブレーキしても全然間に合います。でこっからの試験員、はい、ハンドル切って1個目やってまっすぐしてアクセル全開して、はい、アクセル抜いてぐっと曲がって次の上りセクション、こっから上りです。かなりの勾配があって、これ歩くと分かるんですけど、これ画面だと分かんないかもしれないんですけど、そこそこ登ってます。さあ、でアウトからこのイン側をちょこっとかすめて、コンパクトカーはもうここ全開、パワーがないんでもう全開、アクセルをほとんど戻さない。さあ、でプリウスコーナー、GT だとよくここでクラッシュしたりするとこかな、インコーナーインへ突っ込んでクラッシュとかで、ここアウトへこう膨らんでいっちゃってバーンっていう回っちゃうのも結構あったりします。さて、こっから最終コーナー、今後ろのスカイラインたちがスピードを出そうと車間を取っております。ここですね、ここの E ラインから、最終コーナー立ち上がって 1.5 キロのストレート、
左側に見えますでしょうか。左側にある、看板を目印にブレーキング、まあ、軽い車なんで 150m 看板過ぎたあたりから探ってブレーキって感じですかね。らしか走れませんが、雰囲気だけは伝わるでしょうか。また後ろのスカイライン軍団は車間を取ってます。60まで
いな。向けの走行なんでしょうがないですね。ここの縁石は結構ガタガタになってるんで、乗ると結構ガッタンガッタン言うんですよ。ガタ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 。てな感じで富士スピードウェイをぐるぐる回ってみました。